はい、こんにちは。本日は、今期の減量を振り返るというテーマでですね、1月の時点から、減量を始めたんですけど、そこからね、11月末でゴールドジャパンカップが終わったんですけどね、それにかけてね、約11ヶ月の減量になったんですよね。そのね、ちょっとこう体の変遷とね、それぞれどういう減量したかっていうのをちょっとお話しできたらな、というふうにね、思います。1月ね、83キロからスタートしたんですけれども、当初ね、月2キロぐらいのペースでね、減量していって、6ヶ月で、12キロ落ちますよね。で、71キロで仕上げるというつもりでね、やっていたんですけれども、いかんせんですね、コロナのね、影響とかでね、もともと予定してた大会がね、オールジャパンとかね、関西オープンなんですけど、それがなくなったりとかで、減量がね、ペースがね、緩くなったりね、一旦減量やめたりとかね、そんな感じで、結局ね、11ヶ月にわたる減量になっちゃったんですよね。で、さらにですね、71キロで仕上がると思ってたんですけど、実際71キロになった時点でね、あんま仕上がってなかったんですよね。はい。で、まだ絞れるってなってね、結局ね、最後ね、68.7 までね、落としちゃったので、結局 14.3 キロ、はい、の減量になって、結構な減量幅になりましたね。ただ11ヶ月ねかけて落としたのでね、そんなに体はきつくなかったんですけどね、はい、そんな感じのシーズンだったんですけれども、ではですね、時系列でね、当時の画像とかね、映像とかを見ながらね、振り返っていきたいなと思います。はい。で、トレーニングのね、頻度や量については、基本シーズン通してほとんど変えてません。変えずに、週だいたい6ぐらいですね。週6ぐらいトレーニングして、だいたい平均90分ぐらいですね。はい。90分ぐらいのトレーニングを、ずっと行ってきたという感じです。はい。それではね、画像を見ながらね、振り返っていきたいと思います。こちらが、スタート直後の83キロの状態ですね。はい、もうぷにょぷにょですね。ここから1月からね、4月まで、約月2キロペースで、83キロから75キロまで、はい、落としていきました。で、平均摂取カロリーについては、2950で3000弱ぐらいですね。はい。で、オフキーにはそもそも平均4500ぐらい取ってたので、で、その反動もあって、普通にカロリー落とすだけで、水分抜けていって、簡単に、スルスル、ね、結構食べながら月2キロペース落ちていったという感じですね。 PFC バランス的には、P220 F70、C が360くらいで、食べるものについては、カロリーとタンパク質の量だけ気にしているだけで、それほどね、クリーンなものにはこだわっていません。ジャンクものも普通に食べてるしね、マクドとかハンバーガーとかも普通に食べてましたね。で、ですのでね、ノーストレスでトレーニングの強度も基本落ちませんでした。むしろですね、普通の食事になったって感じで、増量期間よりも体調が良くなりましたね。で、飲酒についても週2回程度この頃はしてました。で、5月から6月中旬までですね、維持期という形になりましたね。これはですね、コロナの関係で大会がね、なくなってしまったっていうものがあって、で、減量の手がね、緩んじゃったんですよね。で、実質維持期になっちゃったっていう感じですね。はい。で、平均摂取カロリー自体はね、先ほどとほとんど変わってません。3000ぐらい取ってる感じでしたね。ただですね、コロナの自粛の関係もあって、家にいる機会が増えてですね、酒の量がめちゃくちゃ増えたんですよね。週3回から4回ぐらい飲んでたので、まだ食事内容もね、もうかなり適当になっちゃってね。結構 PFC バランス的に脂質を抑えたいんですけれども、結構脂質もね、100ぐらい取ってたりとかしてね。ちょっとね、その辺でね、ダラダラとした感じの維持期でしたね。これね、結構コロナの自粛期間中ね、おうち時間が増えたのでね、こんな感じでコスプレやったりして遊んでましたね。はい。結構ね、75キロなんですけど、それなりにね、世間一般的には腹筋も割れてね、そこそこの体にはね、なってましたね。そして6月に入ってからですね、コンテストなくなったものの、夏も近づいてきたのでね、ちょっと絞りたいなっていうのもあったのと、あとゴールドジムさんがね、オンラインコンテストをやるということで、ちょっとこれ出してみようということでね、少しカロリーを抑えて、緩く絞ることにしました。食べ物自体はそんなに大きく変えることはなくですね、
ただカロリーはですね、2700キロカロリーまでね、落としました。はい。ただ朝普通にね、フルグラ食べたりとかしてね、で、夜、昼と夜はね、普通に白米中心で食べてましたしね、まあカロリーだけちょっと気にするといった緩い感じでしたね。まあそれで、もう、1.5 キロぐらいね、スッと落ちました。はい。あと夏だったのでね、結構外出たりとかして、活動的、一日が活動的だったっていうのもね、あるかもしれませんね。そして、7月から8月末まで2ヶ月ほどですね、軽い増量期ということで、まあ、2ヶ月でね、0.5 キロ増ということなんですけれど、カロリーとしては3100キロカロリーぐらいですね、ちょっと多めに取るという感じですね。で、まあ、オンラインコンテスト自体も終わって目標もなくなったんですよね、この時点ね。ただまあ、夏なのでね、そんなに増やすのもなーっていう形で、ほぼ維持ぐらいの感じにしてました。で、食べるものについてはね、もうそんなに気にしなかったですね。ただ、タンパク質だけはしっかり取るという感じですね。酒も普通に週2、3回飲んでましたしね。PFC 的には、P220、F70、C400 ぐらいですかね。まあね、しっかり食べてトレーニングしたので、まあ体調はかなり良くてですね、まあバリバリできるというね、強度の高いトレーニングバリバリできるという感じでしたね。そして9月なんですけれども、オンラインコンテストが終わってですね、やっぱステージ立ちたいなと思っているところで、マッスルゲートね、神戸大会、10月末にね、あるということでね、それに出場を決めて減量を再開しました。はい。9月から10月末までなど2ヶ月の減量ですね。ここの減量では74キロから70キロとね、4キロ落ちましたね。はい。月2キロペースになりますね。で、カロリーとしては2800キロカロリー、取ってました、まだ。はい。ただ、まあ、この辺あたりからですね、まあ、80キロぐらいの時はもう適当でね、勝手に落ちたんですけど、このあたりからやっぱ落ちがだんだん鈍くなってきましたね。ですので、食べるものについても、結構クリーンなものを意識して、脂質もちょっと落とし気味にしました。はい。炭水化物もね、ちょっと落としましたね。PFC バランス的には、P240、F60、C300 という感じでしたね。で、ちょっとね、食事のね、平日の例を出してみたいと思うんですけれども、はい、こちらになりますね。はい。朝はね、もうオートミールが多かったですね。で、昼はもう白米。まあ、白米ずっと食べてましたね。白米と胸肉卵。まあ、これずっとレギュラーなんですけど。あと、間食に、BCA をね、かなり増やしました。BCA を増やして、空腹を紛らわすという感じですね。で、あと、プロテインバーでちょっとタンパク質補給と、まあ、小腹をね、満たすためにね。あと、ちょっとした、まあ、ラムネとか、喉芋とか、干し芋とかね。こういったもので、空腹を紛らわすという感じでしたね。ですので、常に何か結構食べてた感じなので、そこまできつくはなかったですね。で、あと、トレーニング1時間前に、まあ、プロテイン飲んで、トレーニング中 BCA デキストリン。で、トレ後は、プロテイン、デキストリン、グルタミン、クルアチンと、しっかりね、トレーニング、前中後は、プロテインと炭水化物を摂るようにしました。で、夜も白米食べてましたね。で、結構おかずは結構フリーな感じでしたね。まあ、そんな脂っぽいもの食べなかったですけどね。割と肉で魚を中心としたフリーなものが多かったですね。で、休日はね、平日結構節制してた分、割と自由に食べたんですね、休日はね。まあそれがこう精神のねバランスを保ててたのかなっていう感じもするんですけど、あと飲酒ですね。飲酒はですね、結構今までね週 2,3 回飲んでたんですけど、週1まで減らしました。はい。でコンテスト2週間前から、断酒ということでね、酒は断ちました。でまあただ飲む日についても、まあ炭水化物はねできるだけね取らないようにしましたね。まあ飲んじゃうとどうしてもね糖の代謝が落ちちゃうので、ね、腎臓の機能が落ちちゃうので、まあ、脂肪になりやすいということもありますので、できるだけね、炭水化物は、その飲む、飲んだ後ですね。飲む時と、飲んだ後はちょっと減らすような感じでしたね。で、あとトレーニング強度は、基本的にね、落とさないようにね、重い重量の、高強度なものをね、結構ずっとやり続けました。ただですね、体重が72キロ切ったぐらいからね、さすがに辛くなってきてね、レップ数の低下が見えるようになってきたんですけれど、ただね、重量は下げずに最後まで行いました。そしていよいよですね、11月ですね、
神戸大会優勝できましたので、その1ヶ月後のね、全日本大会にあたるゴールドジムジャパンカップ、はい。こちらに向けてね、さらに減量するということでね、1ヶ月でですね、70キロから、68.、一番ミニマムで 68.7 まで落ちましたね。ですので、1.3 キロ減、させました。はい。まあ、あの、1ヶ月で 1.3 キロ減なんで、あの、大したことないって感じなんですけれども、ただ、まあ、ある程度絞った状態からの 1.3 なんでね、結構きついんですね、ここからがね。で、カロリー的には2700キロカロリーでしたね、を取ってました。で、まあ、食事内容についてはね、先ほどの、9月、10月の期とほとんど変わらない、内容なんですけど、まあ、カロリーはね、100キロカロリーほど落としました。で、さらにですね、まあ、最後の絞りを入れるべく、週に3回から4回ほどね、有酸素、はい、ついにやりました。まあ、1回について、まあ、3、40分。まあ、長い時で1時間ぐらいやった時もありましたけど、はい、有酸素を入れました。で、まあ、さすがにね、まあ、これぐらいになってくると、まあ、基礎代謝もね、だいぶ落ちてきているんでしょうね。体重の落ちも悪くなってきました。結構ね、カロリー抑えて、運動したなって時でもね、体重落ちなかったりしたんですけどね。これがまたですね、コンテスト3日ぐらい前からね、急に最後ね、食べてるのにね、ガガガって落ちてきたりとかね。まあ、人の体って不思議ですよね。で、まあ、ただですね、まあ、2700キロとは言いながら取ってたのでね、まあ、それほど最後までね、きついなという感じはしませんでしたね。で、実際のところ、コンテストね、前日、当日もね、めちゃくちゃ元気でね、一緒に、まあ、ちょっとずっといたね、関西グループとかでもね、ずっと、筋トレについて語り合うとかね、楽しくね、元気に過ごしていました。はい。まあ、これはね、おそらくね、極端なことをしないでね、まあ、いつも通りの生活を送っていたせいかな、というふうに思いますね。あと、まあ、その、急激なね、減量をするんではなくね、まあ、間に維持期とかも入れながら、ゆっくりね、減量した、できたおかげかな、とね。やっぱ月2キロペースぐらいだったらね、全然健康的にね、落とすことができるかなという感じがしましたね。はい。以上ですね、今期のね、減量期間というのを振り返ってみました。はい。では。